今日は6月1日、今午前7時10分過ぎです。チェーン除草機の材料ですね。これが 5.5 ミリの鎖ですね、と結束バンドと、これはだいたい40の VP になってるんですけど、65の VU にしてます。はい、やはり直径が小さいと稲に当たる角度というか、それもちょっと鋭角になるんで、余計稲に応えるんじゃないかということで、ちょっと大きいのにしました。で、VP は水圧のかかるような水道管としてだいたい使うんで、そういう丈夫さは必要ないんですよね。そういうことで VU 管にしました。この VU 管はうちにあった分です。だからこのキャップと、結束バンドと鎖を買ってきました。あと引っ張るトラロープなんかはうちにある分も使おうかなと思ってます。はい、私が参考にしているその資料では、50メーターぐらいのロープを使ってあぜから引っ張られるようにするというのもありましたけども、そういうのはちょっと引っ張ってみて疲れ具合とかそういうのを見て、あとそういう工夫するかどうかはやりたいと思ってます。で、今日もう2週間ぐらいなんですよね、田植えして。本当は1週間から10日前後に第1回目のそういう除草をするように、だいたい普通のところいくつか見たらそういうここに書いてありましたけど、ちょっとそれができなかったんで、はい、で、これをホームセンターなんかでは番線カッターの60ミリ60センチの大きいやつで切ってるみたいですけど、そういうのは持ってないんで、ちょっとこれをグラインダーで30センチごとに切る必要があるんですよね。これを一応20メーター買ってますので、だいたい64本っていうことですけど、60本前後で 30×60 で 18メーターは必要なんですね、大体。単純計算で。でも切ればそれは使えないんで、その分が抜けるんでですね。はい、そういう。で、まあ、まず最初はもうグラインダーじゃないです。サンダーで、これを30センチごとに切る作業を今からしようと思ってます。はい、グラインダーで切断しようと思いましたけど、どうももう一つアダプターがあるのかどうか、これをつけて締めても締め切れないんですよね。で、ちゃんと締まらないからちゃんと切れないと、ということでしょうがないんで、番線カッターでやってみたらどうにか切れました。我が家の300ミリ、30センチの番線カッターでもですね、若干無理しますので、450ミリぐらいあったがいいみたいですけど、少なくとも。はい、どうにか切れますので、これで今切ってまーす。で、鎖9本で28センチぐらい、29センチぐらいかな。で、10本で31から2ありますので、9本と10本をそれぞれ30本ずつ切って、あとはちょっと配置してみて、やろうかなと思ってます。で、1,2,3,4,5,6,7,8,9、これですね、これを切ると、軟鉄だからこれは物を吊り下げたりとかそういう用途じゃないから、軟鉄だからまあまあ切れそうですね。手では折れないんで、ペンチパテで折ってます。はい。はい、こんな感じで、
作りました。あ、これは9本だったかな。9にしたいな。はい、こんな感じでいきまーす。いってまーす。はい、輪っかが9個の分と10個の分ですね。それぞれ今30本ずつです。で、残りがあれだけです。だから20メーターでちょうどぐらいだったですね。で、もう一個10個のを作れるんで、もう一個10個、31と30にして、一番端を長いのにして、その間をこれで割り振っていこうかなと思ってます。はい、そういうことで一応切断終わるまで、まあ、もうすぐあと5分で9時ですので、1時間40分程度かかってるみたいですね。切断だけで。結構時間がかかります。はい、そういうことで、次の作業に移ります。はい、こんな感じでやってます。まだ完全には締め付けてません。だいたい3センチ間隔ぐらいだろうということで、全部して、あと、ちょっと間隔を調整して、締め付けようかなと思ってます。で、まあ、全部同じ長さでも別に構わないんですけど、まあ、自然界には均一なものはないということで、それを真似てというか、輪っかの、よいしょ、ほら、9個の分と10個の分を使う。交互にやってます。はい、この結束バンドは100均で買ってきた結束バンドです。30本入りが2つじゃ足りないかもしれないということで見つかってきました。30センチの結束バンドですね。25ミリのパイプでする場合はこんなに長いのはいらないんですよね。25センチとかその程度で大丈夫なんですけど、あ、どっちもしたいやん、短いのしたいな。違うか、短いね。さっき配っとくかいいかな、配っとくらいいかな。ま、こんな感じで、やっていきまーす。ということで、撮影は中断しまーす。よいしょ。あ、それの方がやりやすいか。はい。仮の割り振りが終了しました。こんな感じですね。こっちが混み合ってるんで、ちょっと詰めて均等に。割り付けてちゃんと締めて、あと引っ張り紐ですね、つけたら完成です。そしたらもう早速除草作業に行こうと思ってます。ちょっと均等に今から割り振ります。一応出来上がりました。こんな感じですね。ペンチで締め上げて、引っ張り紐をつけました。あとは片付けて、今はもう10時10分になりつつありますけど、早急に片付けて、ちょっと作業をしに行こうかなと思ってます。本当は、1週間から10日前後に第1回をする必要があったんですけどね。なかなかできなかったんで、はい。それでは、今から作業、片付けて作業に行こうと思ってます。もうすぐ午前10時半です。はい、最初の除草作業をする田んぼに来ました。一番最初に旅したところですね。こんな感じですね。ここもほら、小なぎがだいぶ生えてますね。もうちょっと深水がいいんですけど、ちょっと水が低いかな。まあいいや、しょうがない。はい、それではちょっとこれで作業をしてみたいと思います。今からですね。さて、やってみましょうかね。あ、帽子かぶらないかも、帽子。あ、帽子かぶったら撮影がしにくいけんが、しばらくこのままでいいか。
重いんですよね、鎖がついてるんで。おいしょ、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 よいしょ、おろ、ナイフ踏んじゃった、違う。はい、ちょっと手が痛くなるのでホースで。うっ、おいしょ、おいしょ、おいしょ、はいはい、頑張ってみましょうね。はい、こんな感じですね。こんな感じにやっていきますよ。どのくらい効果があるかはやってみなきゃわからないと。はい、もうあとはこの単純作業ですので、撮影はこのくらいにしておきます。効果のほどはまたここで撮影してみましょうかね。はい、撮影をこれくらいしておきます。こんな感じですね。わかります、こんな感じになるわけです。ただし稲もあの辺は見えんごてなったな。大丈夫かな。まあいいや、しょうがない。はい、そういうことで、作業やってみます。はい、チェーン助走の効果、こっちがチェーンを引いた方向ですね。こっちが引いてない方ですね。まあそれなりにあるんですけど、効果はこの辺はまだ残ってますね。ね、だからまあ本当は縦横を下がいいんですけど、ちょっと2、3地置いて今度は横目を通ろうかなと思ってます。あまりにもちょっと稲のストレスがちょっと大きいんじゃないかなと思ってですね。一日ですやると、はい、ちょっと分かりませんけど、そのくらい OK なのかもしれませんけど、はい、まあこんな感じですね。やってない方、やった方だからまだこの辺はちょっと残ってますよね。まあこんな取れたのもあるけど、はい、それなりの効果があるということですね。だからどっちにしろ1回じゃダメなので、何回か続ける必要があるんで、はい、まあ食事生育を抑えれば、稲がある程度大きくなれば、あ、雑草の影響も限定的になるんで、はい、まあ、ちょっとそういうことで、今回は縦目だけで、すべて縦目だけ、田んぼをやって、2、3日後にまた横目をやってみようかなと考えています。はい、一応ここは終了しました。約5アールの田んぼが約45分ですね。時間的にはそんなにかからないんですけど、はい、まあ、効果のほどはですね、チェーンの目が、後目がついてますので結構やっぱり遅いんで残ったところもありますね。もうちょっと早くやれば結構取れてしまった数なんですけど、まあしょうがないですね。そういうことで、まあ、とりあえず今日は他の田んぼも全て縦目だけ取っとこうかなと思ってます。撮影は終了します。